始まりましたね。こんばんは、始まりますよ。さあ。よいしょ。ちゃんと公開になってるのかな。あ、こんばんは、重松さん。今日一番です。What would I be without you? There's no place for me without you. Never let me go. こんばんは。お疲れ様です。今週も。ね、まあ福岡はだいぶ、佐世保からも。佐世保は学校ずっと会ってるのかね。Without you. さあ、今日の曲を聴いていただいております。今日は無事 YouTube もちゃんと始まりました。一瞬始まらないかと思って。YouTube で見てる方もこんばんは。At the very start, all my bridges burned. さあ、今日はこの曲ですよ。この点どんな風に聞こえてるんだろうね。あー、モンデク、ありがとう。この撮ってくれた写真をですね、今ね、毎週こう配信するためにこの音源を実はサウンドクラウドに上げていっているんですよ、一曲ずつ。なので全部、多分もしやるとしたらですけど、全曲そのうち上がってしまうかもしれませんが、それのね、あの一曲ずつ写真をつけているんですけれども、その写真っていうのはですね、あのこのCD の、この CD の、アルバムの、撮影の時に、まあ、使ったのはこれとこれだけなんですよね。この二つを、使ったんですけど、それ以外にもたくさん写真をね、撮っておりまして、その中から、まあ、なんとなく曲の雰囲気が、あ、音いいですね。ありがとうございます、コメント。その、いろいろ結構ね、いい写真がたくさん、雰囲気のある写真いっぱい、撮ってくださっていて、その写真を曲に一個ずつちょっと、当てはめてですね、上げているんです。なので、サウンドクラウドの方も、今流してるサウンドクラウドで流しながら、それをまた、あの、YouTube の方は、パソコンから。で、Facebook の方は iPad から流してます。あ、ありがとうございます。With my flaming heart, 素敵な CD だよね。あら、なんか素敵だ。飾っても素敵だ。今日、あの、この CD をお持ち帰りいただいた方を。Could you never let me go? 終わったら乾杯しましょう。あ、寂しくなるね。終わり。曲でした。Never Let Me Go ですね。今日この曲をご紹介したいと思ってます。というわけで、あ、次の曲が始まっちゃった。ごめんなさい。消したつもりだった。はい、ごめんなさい。はい、というわけで皆さん、今日も今週もお疲れ様でした。乾杯、乾杯、カチン、乾杯。これ今日私何を飲んでいるかというと、本当はねハイボールにしようと思ったんですよ。ハイボールにしようと思ったら炭酸水が冷えてなくって、それでジンジャーエールがあったので、何ジンジャーハイボール、
ジンジャーハイボールにしました。で、ジンジャーハイボール、その、ウイスキーは、ブラックニッカー。これ、あの、ボトルが可愛いなと思ってこれにしました。これを買いました。皆さんも何か飲んでますか？いい時間なのでね、ぜひ飲み物でも飲みながら、楽しんでもらえたらなと思います。あ、なんかジンジャーエールがさ、あの辛いやつを買ったので喉に来る結構。で、中にもちょっと浮かせてるんですけど、これレモンとミントをね、レモンとミント見えるかな？レモンとミント。あ、なんか YouTube の方がよく見えてそう。レモンとミントが入ってます。ミントはさ、あの、ベランダで、あの、作っているんですよ。こんばんは。ありがとうございます。ベランダで、ハーブをいくつかね、今、家にいるので育てておりまして、もうミントがね、どんどんできるので、摘んでは、あの、お茶にね、したりもしてますけども、ちょっと今日はおしゃれに、ジンジャーハイボールに入れてみました。あ、ジンジャーエールが辛い。鼻にもくる。さあ、というわけで今日も始めますよ。Sing with Ali ですね。ジャズ、スタンダードを一緒に歌いましょうっていう番組です。ので、皆さん、歌いましょう。みんなで一緒に歌おうっていうね、企画です。で、曲は私のアルバムに入れている曲を一曲ずつご紹介しています。そして今日はもうすでに6回目なんですよね。毎週ね、やり始めまして、6回目です。で、6曲目に入れているのは、こっちか。Never Let Me Go という曲ですね。Never Let Me Go という曲。この曲は、映画のに使われた曲です。だそうです。映画は私は、見たこと知らないんですけど、スカーレット・アワーという、The Scarlet Hour という映画に使われた曲で、1956年の映画です。1950年に作られております。作曲は J. Livingston、レイ・エヴァンスという方が作詞ですね。さっき、一通りね、ちょっと、CD で流しましたけども、まず、ちょっと一回歌ってみますね。今日、すいません、あの、できればコメントを Facebook の方いただきたいんですけど、暗くないです？画像、画面。大丈夫かな？なんかね、私からは画面が暗く見えるんだけど、暗くないです？いい？これで、今日。なんか不具合がある方はぜひよかったらコメントをいただけたらと思います。ありがとうございます。徐々に人数が増えてきております。じゃあちょっとやってみますね。あ、なんかだんだん遠くなる。こうやってみよう。Never let me go.Life would... あ、違う。間違った最初から。Love me much too much だよね。Never let me go. Love me much too much. If you let me go, life would lose its touch. What would I be without you? There's no place for me without you.Never let me go. I'd be so lost if you went away. There'd be a thousand hours in the day. Without you, I know. 間違った。 I know. Because of one caress, my world was so pretend. At the very start, all my bridges burned.
hurt. You never leave me, would you? You could have hurt me, would you? Never let me go. このような曲です。大丈夫ですか？ちゃんと歌とピアノといい感じに聞こえてますか？これね、私ね、ちゃんとマイク使えよって感じなんですけど、結局もうそのままやってます、オーディオインターフェース買おうかとかね、コンデンサーマーク買おうかとかいろいろ考えて、試してみたりしてるんですけど、まずね、オーディオインターフェース今品薄ですね。すごい、なくなっちゃってますよね。手に入りにくくなっちゃってるとか、いろいろあって、パソコンだけはちょっと新しくしてみました。で、割と、まあ、良さそうかなと思ってるので、まあ、演奏の品質っていうよりも、みんなで歌おうなのでね、何度も言いますけれども、ちょっと、動画ほどはね、音質は良くないかもしれないんですけど、iPad のマイク、Mac の、もう Apple にやられてますね、MacBook のマイクと、カメラで、やらせていただいております。では、今日の曲、ね、すっごく美しい曲なんですよ。私ね、この曲 Never Let Me Go、 この曲は、CD をこうレコーディングするときにレパートリーに新たに入れた曲ですね。多くの曲はもともと私が演奏してた曲を入れてるんですけども、何曲か、CD を作るにあたって選んだ曲があります。で、この曲もそのうちの一つです。何回か前に、配信してご紹介した If I Should Lose You も CD を作るにあたって練習した曲です。なんかね、やっぱしこうライブでやるっていうのと、お客さんを目の前にしてね、やるっていうのと、CD をで、を作って聴いていただくっていうので、ちょっと選曲ってやっぱ違ってくるかなと思います。やっぱね、ライブは楽しみたいんですよね、私的には。みんなで楽しみたいので、楽しい曲がたくさん入ってくるんですけども、まあ、CD になると、もちろん楽しい曲も入れたいんですけども、まあ、自分の表現として、ゆっくり落ち着いて聴いてもらいたいというようなのもありますし、そういうこともあって、この曲も選びました。すごく雰囲気があって、好きな曲ではあったけど、手を出せてなかった曲でもあったんですよね。で、CD を作るにあたってどんな曲やろうかって、ピアニストの野本周一さんとお話ししたんですけども、で、あ、私この曲もいいなと思ってるんですよね、 Never Let Me Go ってあるじゃないですかみたいなね、って言ったら、ああ、まあいいかもねって言って、それから楽譜を作って練習をし始めてというような曲なんです。で、あんまりね、楽譜もね、出回ってないですよね、この曲で。多分私、楽譜は、その野本さんにいただいたような気がしますね。で、それで、自分のキーに合わせて書き直して作ったと思います。あ、ピアノの方もね、来ていただいておりますね。ありがとうございます。あ、水木先生。水木先生も来ていただいております。水木先生もすごくこの曲好きな曲だって、おっしゃって、ましたね。レッスンをね、私レコーディングの前にね、していただいて、もうボロボロだったんですけどもね、その頃は。嬉しいです。ありがとうございます。いつもしていただいて。で、この曲ね、まず、メロディーね、見ていきますけど、いつも、32小節の曲の構成の話しますよね。ジャズの曲って、A, B, A, C とか、A, A, B, A とか、8小節が4回繰り返して、
32小節っていうのが1曲っていうのが普通の曲なんですよね。普通のジャズの曲です。この曲はちょっとそれから外れている曲なんですよ。ちょっと私の楽譜を見ていただきますと、こうか。こうなってます。YouTube の方。こんな感じです。ね、これ、8小節、8小節、ここなんかまた違いますよね。まず短いんだよね。あ、こっちか。短いんですよね、曲のサイズが。A、B、A ダッシュで終わっちゃうっていう感じですね。A、B、あ、どうなんだろう。最後の4小節を B ってしていいのか。今頃気づいてる曲の構成を。私、A8 小節、B8 小節。で、A' 12小節っていうくくりでちょっとこれ、楽譜は作ったんですけど、ここか。よく考えたら、この B の入りとここが一緒だから、B が4、B が A、B、A、B で、B、B' 4小節っていう考え方もありますね。ちょっとわけわかんない方すいません。とにかく、ちょっと曲のサイズが普通の曲とちょっと違います。これが最初のね、テーマですね。こんな最初のメロディー。そしてちょっとこれが音が下がってまた同じことします。最初こんな感じです。ここまではちょっと覚えやすい。今の4小節いきますよ。こんなメロディーです、最初の4小節。うわ、やってみよう。言葉は後でやりますのでね。こんな感じのメロディーです、最初。もうちょっと言葉に行きます、さっさと。最初、Never Let Me Go、この曲のタイトルですね。私を離さないで。Let Me Go って、Let It Go は皆さんご存知ですね。Let It Go ね。Let It Go をご存知ですよね。そのままでっていうことですけど、Let me go。 私をほっといたらと go っていうのは遠くに離れるっていうことです。行くっていうよりも遠くに離れるっていうことです。消えていくようなね。 Let はですね、ほっといたらそうなることをさせるっていう意味なんですよ。させる、同じさせるでも無理やりさせるのとほっといたらそうなるのを、譜面、古翔さんの譜面は
ABAB ですか。そういう、そういうマニアックな話なのか。そう、レッドの話ね。レッドは、ほっといたらそうなるのを、ほっといてそうさせるっていう意味なんですね。で、let me go。私、ほっといたらどっか行っちゃうんでしょうかね。だから、どこかが、私がどこかに行ってしまわないように、ちゃんとこうしといてねっていうことなんですよ。never let me go。私を離さないで。私どっか行っちゃうかもしれないから、どっか行ってしまわないようにちゃんとこう、離さないでねっていう意味です。never let me go。never let me go。次。love me much too much。love me。愛してください。much too much。なので、愛しすぎてください。ちょっとなんかやばい感じがしてきた、すでに。愛しすぎるぐらい愛して。Love me much too much. If you let me go. もし私を手放してしまったら、私を離れさせてしまったら、ABC ですね。あ、ごめんなさい。さっきの話に戻った、急に。コメントを今見れました。C になってるのか、うん。私は A ダッシュにしました。まあでも C、うん、難しい構成が。Love me much too much if you let me go. もし私を手放してしまったら、もし私を離してしまったらですね。If you let me go, life would lose its touch. Life would lose.It's touch. あ、will なのかな？ここ。私、would って言ってますけどね。人生は、touch、その感触を失ってしまうだろう。人生は、味気ないものになってしまう。つまり、人生を味わうことができない。人生のその感触を失ってしまう。なんかまあ、味わいっていうより、なんとなく感触ってもっとなんか敏感な感じがします。Life would lose its touch. 人生はその手触り、人生の手触りが失われてしまう。あなたがもし私を手放してしまうと、離れてしまうとっていうことですね。What would I be without you? What would I be without you? What, 私は 何者であろうか ?What would I be without you? あなたなしでは。私はあなたなしでは。何者なんだろうか。何者でもないですね。結局、What would I be without you? There's no place for me without you. There's no place for me without you. 場所、私の居場所はどこにもない。あなたがいなかったら。There's no place for me without you.これが最初の8小節ですね。さあ、ご一緒にやってみますよ。Never let me go. Love me much too much. If you let me go, life would lose its touch. What would I be without you?There's no place for me without you. で、次。最初の、メロディーのと同じモチーフですけど、ここまで上がります。美しいけど、なんて難しいんだろう。
感じです。もう一回ここからですね。でとっても綺麗な曲も、なんか言葉ない方が余計こう音楽の美しさは際立ちますよね。そして言葉は、まあ、言葉は言葉でいいんですけどもね。みゆきさん、いつもありがとうございます。うん、やっぱりちょっと Facebook ちょっと暗いよね。私もなんでだろう、これなんかね、向きとか、あ、こっちの方がちょっと明るくなった。こうしよう。ちょっと明るくなりましたね。今ね。こうしよう。顔がよく見える。どこまで行ったっけ？すいません。言葉をね、B のとこの言葉。Never let me go! ですね。また最初は一緒。Never let me go. 次。I'd be so lost. I'd be so lost if you went away. Never let me go. I'd be so lost. 迷う。Lost は、迷子ですよね。I am lost, 迷子ですよね。I would be so lost. Would がね、入ってます。私を離さないで、迷子に迷ってしまうから、どうしていいかわからなくなるから、I'd be so lost. If you went away, あなたがどこかに行ってしまったら、私は、迷って、どうしていいかわからなくなる。迷子になる。迷子になるって言ったらなんかおかしいですけどね。I'll be so lost. が、その B の最初ですね。Never let me go. I'll be so lost if you went away. 次。There'll be a thousand hours in the day. There'd be a thousand hours in a day. There'd be a thousand hours in a day. 一日の中に千時間もある。千時間もあるだろう。一日がそんなに長く感じられる。Without you, I know. あなたがいなかったら。そう。そうだと分かってる。Never let me go. I'd be so lost if you went away. There'd be a thousand hours in a day. Without you, I know. なかなか、なんて言うんでしょう、パッション。情熱的ですね。B のとこもう一回ご一緒にいきましょう。Never let me go ですね。いきます。Never let me go. I'd be so lost if you went away. There'd be a thousand hours in a day.Without you, I know. 次、メロディーからいきますね。間違った。ここ一緒ですね。感じのメロディーですね。次の8小節。ダララララダララララは一緒なんですけど、それにピックアップがついています。見える？これ、これピックアップ。ピックアップが
ここの部分ついてます。ピックアップが長い。ここ次からは微妙に違いますのでね、ちょっと注意。で、ちょっと上に上がりましょう。こんなメロディーです。ここちょっと変えてやってる人もいるかもですね。最初の A と一緒にしてる人もいるかも。でも、元はこんな感じですね。私がよく言う半音、かっこいいポイント。じゃあここの歌詞ですね。このピックアップが Because of なんだっけ Because the one caress you Because of one caress ですね。Because of でした。Because of one caress. Caress.、C-A-R-R-E-S. Caress. R-W ですかね。ちょっと飲みます。今日はジンジャーハイボール。Because ofOne caress. Caress っていうのはね、これ日本語にない言葉ですね。愛撫とか言うのかな。優しく触ることだと私は認識しています。私の英語はですね、すごい私中心なので、もしかしたら違ってるかもしれないんですけど、私がこの caress っていう言葉に出会うたびに、その caress ってどんな感じっていうイメージをこう、蓄積していくんですね。そうやって私の言葉は成り立ってるんですけど、英語でも日本語でもでしょうね。Caress は優しく触ること。愛を持って、愛情を持って、なでなでとか、そういう感じだと思います。Because of one caress, because of one caress, その優しく触れられた、一回だけですね。一度優しく触れられたことで、My world was overturned. 私の世界はひっくり返った。Overturned. 私の世界はひっくり返った。ただ一度優しく触れられただけで、私の世界はひっくり返った。Because of one caress, my world was overturned. At the very start. まさにその初めから。私の世界はもう初めから、鼻からですね。At the very start. Very は、これはとてもですけども、名詞につく場合はまさにそのっていう意味ですね。まさにその。こんばんは。今真ん中辺。いや、真ん中じゃない。もう後半だよ。Because of one caress, my world was overturned at the very start. 初めから、もう最初から全く違うものになった。All my bridges burned with my flaming heart. All my bridges burned with my flaming heart. この bridge。橋ですね。橋が焼けた。すべての橋は焼けた。
With my flaming heart. 私の燃え盛る心で。ちょっと、さらに情熱的ですね。私の心が橋を燃やすんですよ。で、このね、橋が燃えるって、他の歌詞でもたまに出てくると思います。で、この橋が燃えるっていうのは、日本ではそんなに歴史的にないかな。でも、まあ、イギリスでは、ロンドンブリッジがね、燃えるとか、そういう事件があったりして、橋が燃えるっていうことは、なんかまあ、なんて、行き場を失う、すごい悪い例えでもあるんですよね。橋が燃える。で、これは橋が燃えてしまったら、行けないじゃないですか、向こうに。から、行き場を失うっていうことなんです。しかも、all my bridges burned. どこにも行けなくなった。どこにも行けないぐらいに、まあ、なんていうかな。まあ、八方塞がりではあるんですけど、そういう状況を自分で作ってしまった。私の flaming heart。flame は燃え盛るですね。炎です。私の燃え盛る、心で全ての橋を焼き尽くしても、私はどこにも行き場がない。ですね。because of one caress, my world was overturned. 世界がひっくり返る。At the very start, 最初から。All my bridges burned. 橋はすべて焼けてしまった。With my flaming heart, 私の燃える心で。You'd never leave me, would you? You would never leave me, would you? あなたは、私から離れたりしないわよね。You would never leave me, would you?You could have heard me. あ、違う。You could have heard me. Could you? You could have heard me. Could you? あなたは私を傷つけたりしないよね。ですね。こう。あ、間違った。You'd never leave me.この私メロディーダダダダダ、あ、間違った、ダダダダダダラって上から下に落ちてるじゃないですか、ダラって。でこのところに歌詞が You'd never leave me, would you? Would you のとこなんですよね。でこれってなんて不可疑問とか言いましたっけね、不可疑問、学校で習うの、なんとか、なんとか、isn't it? みたいなやつですね。だよねとかいう、不可疑問。あなた、私から離れないわよねの4年の部分なんですけど、これが下に行くか上に行くかでなんか意味が違うんじゃなかったですかね。イントネーションが。まあ、日本語でも、だよね、だよねって言うとちょっと違いますよね、雰囲気が。そういう感じかな。だよね。って言ったら、そうだよね、絶対そうだよねっていう感じがしません。それが最初の部分ですね。You'd never leave me, would you? Would you? あなた私から離れないわよね。よね。よね。離れないに決まってるよね。もちろんっていう感じ。離れるはずないよねっていう感じ。で、次。You could have heard me, could you? 今度上がってるみたいな。Could you? あなたは私を傷つけないよね。よね？ちょっとこう上がってるので、ちょっと不安。そうだよねって思ってるっていうね。そうだよねってこう思ってる感じがなんかメロディーにも出てる気がしますね。You'd never leave me, would you? You could have heard me. 間違った。You could have heard me. Could you? そして、Never let me go. Never let. 合ってんのかな？違うね。
let me go。 最後は Never let me go を2回繰り返しですね。難しい、この曲も弾きながら歌うの。弾きながら歌うの難しいけど、私実は弾き語りをこの曲練習しまして、先ほど YouTube に昨日の夜撮ったやつをなんとあげましたまあこうやってね、こうただじゃんじゃんってやってるやつじゃなくて、ちゃんと、まあちゃんとって言ってもすごい音少ないですよ、私弾けることが少ないので。イントロもちょっとつけて、まあ、こんな風に弾こうかなとかちょっと考えて、弾き語り難しいんだよね。私はね、あの歌はもう大体この曲覚えてるので歌えるんですけど、でもやっぱね、声のコントロールってかなり気を使うじゃないですか。なので弾きながらやるともうこっちにすごい気を取られるので、声のコントロール難しいんですよね、割と。でこの曲結構ちょっと難しいタイプなので、うまくできたとは思えないけど、実は上げてます、弾き語り動画。これのいつか消すかもしれないので、見たい人そのうち早めに見てくださいで、なんだっけ、BA' もしくは C ですかねのとこやってみましょうかね。なんだったっけ、あ、Because of One Caress のとこですね。 Because of one ですね。最後の12小節やってみますよ。まあ、あ、これ合ってるのか。Because of one caress, my world was overturned. At the very start, all my bridges burned with my flaming heart.私は弾くので必死になります、この曲だと。覚えてるからなんとか歌えるけど、さあ短い曲だからさっと終わるかと思ったけど、意外と長くかかりました。最初からやってみましょう。Never let me go. Love me much too much でしたね。いきます。Never let me go. Love me much too much. If you let me go, life would lose its touch. What would I be without you? There's no place for me without you.けどなんか一回歌うとドッとくる気がしません？短いけど
ね、Never Let Me Go という曲でした。あ、この曲はバースとかはですね、見当たらないですね。割とジャズにしては新しい曲なんです。1956年に、映画のために作曲された曲です。ね、古い曲はね、割とミュージカルから来ていたりしてバースがついている曲が多いですけども、この曲はバースは、ないですよね。私が探したところによるとないです。ないと思います。そういう感じがします。もう曲自体が、バースがありそうな曲ってわかるんですよね、大体、これ前置き多分あるよねっていうような割とそういう感じしないです。これもうこの中で全部言い切ってる感じがしますもん。で、まあこの曲ね、初めて聞かれた方もあるかと思うし、初めて内容を知った方もあるかと思うんですけど、どんな印象がします？なんかね、寂しい、切ないけどすごく意志が強いような感じが私はするんですよね。なんかで、これって幸せなのか不幸せなのかはわからないし、まあどちらとも取れます。私を離さないで、愛しすぎるぐらい愛してって、言ってるのでね、別にちゃんとこう相手が、幸せな状態でもそういうことあります。そういうふうに言いますよね。ずっと一緒にいようねみたいな、あると思うんですけど、何かそこに何だろう、なんか不安、やっぱここかな。ここのとこかな。なんか不安ですよね、なんとなく。なんかそういうのも感じる。だからこう話さないでってこう強く思っているのと、ちょっと不安があるのと、なんかこう行ったり来たりしているんですかね。でも不安があるからこそ思いが強くなるような感じもしますね。最後のね、Because of one caress my world was overturned at the very start all my bridges burned with my flaming heart、これって、私の世界は全て変わってしまって、もう全部橋も焼けても行き場はどこにもなくなって、私の心で焼けてしまう。だけどそれがいいこととも捉えられるし、あえて自分から そこに乗り込んでいったというような感じもするし、すごくなんか私は勝手なあれですけど意思を感じます。でここですよね、やっぱり言う、やっぱここだよね。この曲のミソ、勝手に今決めますね。勝手に私やりながら結構ね、だよねってレッスンの時も結構そうなんですよ。自分でももちろんある程度曲のこと知って勉強はしているつもりなんだけど、こう人に生徒さんに、お伝えしようと思って説明してる時にひらめくんですよ、割と。あ、この曲ってここがポイントなんだみたいな。今ひらめい遅いねもうレコーディングしてるしね、だいぶ前に。やっぱでもこの曲、ここすごくポイントだと思うな。この最初はこうなんですよね、 A のところはね、ちょっと不安で、最後のところは、ね、これさ、最初下からなんですよ。で、A ダッシュのとこは上からになるんですよ。やっぱりここウリューっていう風にだよねって上からになるんですよ。で、あ、間違った。こっちだ、こっちだ、こっちでした、こっちでした。You couldn't hurt me, could you? やっぱここのなんか気持ちが A と最後の A でちょっと違う気がする。私勝手に。勝手に。
最初はちょっと不安。なんだっけ、ここ。What would I be ですね。What would I be without you?There's no place for me without you. ここちょっと不安な感じするけど、同じメロディー。You wouldn't hurt me, would you?You could have hurt me, could you? ここで、だよね、だよね。私のこと、傷つけないよねっていう、ちょっとすがるような感じになりますね。そして、なんだっけ。Never let me go. Never let me go.話さないでね、話さないでねっていうので終わる。ああ、ドラマなのかよくわかんないですけど、今晩のドラマそんな感じでした。一曲の中に、曲が短いからさっと終わるかなと思ったけど、私の思いが結構濃かった。Never Let Me Go でした。では、いやもう一回みんなで歌いましょうかね。みんなで歌える、歌いましょう。歌える。Never let me go. うん。濃密だよね。そう、好きすぎて不安なんですよ。Love me much too much で、much too much は自分のこと、うん、ですね。やってみましょう。One, two, three, four. 間違った。Never let me go.Love me much too much. If you let me go, life would lose its touch. What would I be without you? There's no place for me without you. Never let me go. I'd be so lost if you.There'll be a thousand hours in the day. Without you, I know. Because of one caress, one caress, my world was overturned. At the very start, all my bridges burned.My flaming heart, you'd never leave me, would you? You could have heard me, could you? Never let me go, never let me go.なんか一曲でどっしり、そんな私にとっては一曲です。 Never Let Me Go、ではもう一度 CD の音源をかけつつエンディングにしたいと思います。はあ、なんかお腹空いた。私歌うとお腹空くんだよね。 Never Let Me Go Love Me Much Too MuchIf you let me go, life would lose its touch. What would I be without you? There's no place for me without you. なんかね、つぶやきのように始めた感じ。 Never let me go, I'd be so lost.やっぱりこう悲しみが別になくちょっとつぶやいたみたいな感じで歌いたいなと、そのつぶやきがだんだんこう意思を持ってくるというか、そういう風にしたいなと思ってレコーディングしました。 Because of one caress My world was overturnedAt the very start,
All my bridges burned with my flaming heart. You'd never leave me, would you? You could have hurt me, could you? Never let me go. Never let me go. CD と一緒に歌ってみました。なんかこう二重に聞こえて、これも面白いっていうお話だったので、ステレオ効果みたいな。やっぱね、意志を感じる曲ってありますよね、バラードの中でも。で、そう、意志を感じ、説得力があるというか、そういう時私どうやって表現するかというと、子音をはっきり言うんですよね。特にコブとか。Never let me go. I'd be so lost if you went away. There'd be a thousand years in the day. なんか意志を感じるような気持ちで、私はそういう時を、そういう表現した時は結構最後のシーンで Because of one caress My word was overturned 語尾を濁さないというか At the very start All my bridges burned With my flaming heart You never leave me You could have hurt me, could you? Never let me go. Never let me go.できるだけちっちゃくしたかったんですけどね、なかなか難しいんですよね。あ、次の曲いっちゃう。ごめんなさい。消さなきゃ。最後ね、こう Never Let Me Go 2回繰り返すので、Never Let Me Go 最初1回目はすごい むしろ大きく叫ぶように言って、まあ叫ぶほど言ってないですけど、で。Never let me go. って、もう一回自分に言うみたいな感じにしたいなと思いましたけど、この曲はやっぱり私的には技術が及ばなかったという思ってるぐらいなんです。この CD の中でね。これ6曲目に入れてますけども、ミックスとかマスタリングをするときに、エンジニアさんと相談しながら曲順を決めたりとかですね、どういう音にしたいかとか、話し合っていたんですけど、私この曲外そっかなぐらい言ってたの。思うようにできなくって。この曲な、まだちょっと思ったような表現ができなかったなと思って、ああどうしようかな、これあんまり気に入ってないんですよねっていうふうに言ったら、でもマスタリングをしてくれた方が、いや、これはいい、これは絶対いいって言ってくださったんですよね。まあちょっと気になるんだったら音調整しましょうって言ってくれて、それで無事入れることができたんですけど、まあ自分ではまだと思ってるけど、でもやっぱり入れてよかったなというふうに思っています。 Never Let Me Go でした。今日は1時間ちょうどになりますので、そろそろ終わりましょうかね。今週でとりあえず5月が終わって、来週からなんか割と自粛が解除されていくみたいですよね。皆さん割と何でしょうね、戻ってるんですかね、生活はね。私はね、ずっと相変わらず家にいます。まあもともと結構家にいたんですけど。
もともと私、家で仕事してるのでね、ここレッスン会場で、私の家の話もちょっとしましょうか。もう、歌の話終わってるので、大丈夫ですよ。もう、去りたい方は、どうでもいい話です、ここからは。私のお家ね、ピアノも置いて、これ、母のピアノなんですけど、ピアノも置かせてもらって、他にもね、バイオリンとか楽器も他にありますけど、防音なんですよ、ここ。素晴らしいと思いません。防音になってるの、完全に。壁がこんなに厚くてですね、賃貸なんですよ、賃貸マンションなんですけど、防音になっていて、で、ガラスも二重サッシ、2回閉められます。2回閉めないけど、ほとんど閉められるんですよ。で、換気は、換気口が開けられないので、換気用のシステムが取り付けられてるっていうね、すごい、こういうとこを見つけて、たまたま引っ越したいと思った時に、ここが見つかったので、契約すぐしたんですけどね、そういうことで、うちで、普段からレッスンとかももうしちゃってるので、もともとあんまり、割と人より、家にいる感じですね。で、カルチャースクールとか、そう。カルチャースクールとかに出かけるときは出かけて、まあもちろん、あと演奏ね、演奏の仕事があればね、出かけるんですけど、そういうのもないのでですね、もっぱら家におりまして、なんか急に黄色くなったな。なんでだろう。はい。ずっとね、まだ家にいますね。今日はね、ちょっとお昼出かけて、そうそう、昨日とかね、商工会議所に行ってみたりしまして、なんか補助金とかね、給付金とかの申請、でちょっと相談しようかなと思って、行ったら行ったとこが間違ってたんですけど、で今日は、税務署に行ったりとかもね、しましたけど、そういうお出かけ、あとは、まあ、買い物もね、食料品の買い物は行きますけど、まだ天神にも行ってないです、私。行きたいなぁとはなんか、買いたいものないこともないんですけど、意外と家でやることがいろいろあって、まだ天神には行ってないですが、来週からはね、そろそろカルチャースクールも始まりますし、少し、まあ、あとね、やっぱお友達のお店とか、あと、お世話になっているお店に行きたいんですよね。行きたいなと思っているので、ちょっとずつ出かけようとは思ってますが。でも、この配信は続けます。とりあえず、来月、毎週金曜日やるかわかんないですけど、とりあえず来週はします。というわけで、来週は、T42 ね。T42 ですね、来週。T42 やります。もちろんバースからしますね、これはね。うん。はい。というわけで、今日も長い時間、ありがとうございました。たくさんの方が一緒に歌ってくださったことだろうと思いますし、この曲ね、結構ピアニストの方で演奏される方も多いかと思うので、ピアノの方もね、何人か来てくださってるような気がしますね。ね、こう歌詞の内容だとか、ちょっと知っていただくと、よりこう思いを込めて、演奏で、ね、していただけるといいなと思います。私も、曲の発見がまた、あって、よく嬉しかったです。というわけで、また来週もよかったら、まあ暇な人だけでいいですけど、誰もいないと寂しいので誰か来てくれると嬉しいなっていう感じで思ってます。お疲れ様でした。今週も良い週末を。ではおやすみなさい。こっちから終わろうかな。そしてこっちも終わりますね。あ、こう手じゃなかった。